伊藤裕樹伊藤裕樹は愛媛県新浜市出身の元プロサッカー選手。ポジションはディフェンダー。地元愛媛県立新浜工業高等学校から立命館大学経済学部に進学。福西隆氏は高校の2年先輩にあたる。大学卒業後2001年に川崎フロンターレに入団し同シーズン開幕戦からレギュラーポジションを確保した。以来、 チームの中心選手として、ほとんどの試合に出場し、2002年には J2 リーグ戦、全44試合、2005年、2006年には J1 リーグ戦、全34試合でフルタイム出場を達成している。2005年からは、川崎のキャプテンに任命された。2007年には、ゲームキャプテンを中村健吾に譲ったが、チームキャプテンは引き続き務めていた。 2005年2006年2008年には全試合フル出場した。2013年シーズンを最後に、現役引退を発表。引退後は、川崎フロンターレにクラブスタッフとして入社した。当初は育成普及部への配属が予定されていたが、本人の強い希望もあり、集客プロモーション部への配属となった。2014年末、J リーグ功労選手賞を受賞。 2016年より、強化部、スカウトへと移動することが発表された。AB 伊藤広木氏の今後について川崎フロンターレ、公式サイト2014年1月29日付、厚労選手賞について、日本プロサッカーリーグ、オリジナルの2014年10月21日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.2014102094646/.http://www.j-league.org/.jp/.release/.000/.006114.html2014 0年10月23日へ閲覧 親友の引退にケゴを思わず叫んだ聞かなかったことにするから撤回しろ。スポーツ日本2013年12月4日付 J1 第34節川崎 FVS 横浜 FM プレビューそれぞれに勝利への思いがこもる大一番。川崎 F は引退を表明した伊藤博樹を勝利で送り出したい。ジェイズゴールありがとうございます。